あんまり強くないんですよね。あんまりだな。これです。聞いたことありますか、皆さん。初めて。初めて。ジャジャメンは白シャツ着て食べるのよ、と思った韓国人は。行儀よく食べるから。いや、でもすするじゃん。でもそれを全部もうやるのが韓国人ですよ。もうまたお父さんお母さんに分かんないよね。分かんないな。この白シャツ着てお父さん一時食べる人だからラーメン食べる。素晴らしい。うん、素晴らしい。食べれんじゃん。イエーうん、食べた後着替えたもんね。そうそう。まあお父さんはちょっと辛いの食べれない人ですね。うん、弱い人ですね。私が食べれれば食べれる。でもお母さん強いんじゃないですか。私よりは強い。パピタンよりは強い。お父さんお母さん韓国の辛さがあんまり強くないんですよね。あんまりだな。あんまりだな。もうちょっと当然した道挑戦してみたい、ね、お父さんもチャレンジしたい、うん、なので、リオンの今まで食べたことない辛さをスンちゃんが食べさせてくれるそうです。はい。あまり日本でそういう韓国の辛さを試す時期ない、うん、わないか、ないないないかな。私がちょっと韓国でさらっとさらっと韓国の辛さを、さらっと辛さをね、二人が舐めてるから韓国の辛さを、はいはいはい、もうギブアップってするみたいな、うんうん、いや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 、まあ一つだけ了解してほしいのは、極端に辛いとね、何癖があるんだ。今から行くまで上がるんだ、うん、今日チャレンジするんですか。今はチャレンジして、おどの程度か、スンちゃんが相当辛いって言うんだから、スンちゃんラーメン屋さん、はい、あ、そうか、じゃあ、お前かけ、もうこの間閉店して一時休業。でも閉店採用前ちょっと失敗したあのスンちゃん屋が、スンちゃん屋かいいね。失敗したの。美味しかったよ、スンちゃんのチャーハンとかね。作ったことない、作ったことない。ちなみに今日めっちゃ可愛いね。わっ、ありがとう。わっ、わっ、あ、そうか、今日も可愛いですね。急に何か言ってた。受けちゃう。ダメ、ちょっと待ってください。今日試すのを見せてあげます。はい、お願いします。カメラ撮りますか。はい、汗かくからもう。今日はこれです。じゃあ、見たことありますか皆さん。初めてブルダ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 、はい、でも食べれると思う。早く来てください、肩の人。なので、スンちゃんやオープンします。はい、頑張れ。もうちょいした。久々のスミちゃん屋です。これはシリーズです。
じゃあこれがブルダコクンメンです。どうですか見た目は。うん、ちょっとごめんなさいね。はいはい、ああ来てる、うん、大丈夫そう、はい、肥料されてそうなって。あ、私が混ぜますか。肥料は悪いんですおお、ちょっと伸びてる、うん、うん、あ、どう感じ。ボン、うん、あ、そこ、はい、どうぞ。緊張ですね。スンちゃんやん、2番目のスンちゃん。いただきます。いただきます。はい、うん、いける。おいしい、おいしい、うん、おいしい、いけるよね、うん、うん、おいしい。まだまだ来てないんじゃない？後から来るよ、多分。うん、うん、辛くないよ、今んとこね。うん、うん、あ、でも来てるね、だんだんと。でも美味しい。いけるいける。うん。うん。うん、美味しいよ。このぐらいの辛さは、全然大丈夫。うん、ね、あ。ありがとうございます。スッキャン食べてみてよ。いや、辛いのあんま好きじゃない。え、そう？うん、もうちょっと食べてください、もう一口じゃ。ちょっと待って、日本人なの本当にみんな、はいはい、何年間であれじゃない、日本人の辛さ。え、うん、今は大丈夫ですか。もう来てるけど大丈夫、うん、全然辛いけど、劇的なんか、ご主さん、なんで今まで日本人にこれで試してさ、これからか、ってやるけどさ二人普通うま辛、うま辛、うん、うま辛、辛さだけじゃなく美味しさが残る。これでもいいですね。この辛さレベルにしたらどれぐらいですか。やっぱり4だと思う。3.5。あ、確かに辛くはない。ね、なってくるでしょ、後で。結構食べてる。酢なんだ、酢なんだ。水飲むと強くなるから。おー、すんちゃん、ね、はい、牛乳、またあの時食べたやつ作ってって言えるよね。へ、ね、すごい。ちょっと想像と違う。そうすると、あ、それ、あったらいい感じね。あったらいいもね。でも全然この辛さは平気。うん、もう少し、うん、辛いよ、本当に辛い。辛いけど、でも大丈夫、耐えられるから。美味しさが残るっていう。でね、10点満点中8点はいくんじゃない。いく ね、うん、すごい。8か 8.5 いけると思う、うん、リピートかけたい。買って帰りたい。そこまで？だって、あれ殴っちゃったよ。もっと買いたい。え、サンミャン。で、うちで作りたい。おー、サンミャン。はい。今日はお疲れ様でした。これ閉店ですか？どうす？いや、閉店じゃないんじゃないですか。私が考えたその訴状のリアクションじゃなかったから、ちょっと私はショックですよ。まあね、結構だって強者だよ。で、おそらくね、うん、そう、なかったら、うわー、すんちゃんもうダメって、辛さだと思ったの。でも今まで食べたのが一番辛いよ、うん、今後でね、ずっとこうじゅわーっと来てる。わかりました、じゃあ、どうも、はい、すみませんね、韓国の皆さん、はい、みんながもしこの二人に試してほしいなら教えてください。次、めっちゃ辛いのもう一回挑戦してみます。はい、そいやそいやそいや。なので今日はフルダコ君がすごいみんな好きで、次も食べたい、もっと買ってこいって言われましたからサミヤン。はい、ありがとうございました。はい、どうも。なのでスンちゃんやは続けていけますか。はい、はい、ありがとうございます。やだ。はい、じゃあ今日も見ていただいてありがとうございます。次の動画で、はい、バイバイ。サミヤン、ありがとう。そうそう、お手洗いだよ。これです。ウーダウーダ、もうちょいした。いただきます。いただきます。ね、うん、うん、辛くないよ、今のとこね、うん、うん、これからか、ってやるけどさ二人普通うま辛、うま辛、うん、うま辛。サミヤンありがとうございます。やだ。で
ただいて、ありがとうございます。次の動画で会いましょう。